子女王殿下の生涯。今回は日本の皇族のお一人でありながら朝鮮李王朝最後の皇太子である李銀殿下のお妃となられた李政子さんについてご紹介します。後に昭和天皇となる裕仁親王のお妃候補の一人として国民から注目され、16歳の頃日本で皇族に準じる待遇を受けた李銀殿下に嫁ぎました。日韓の間で翻弄され波乱に満ちた人生を送られた女王李政子さんについて詳しくご紹介しますので、ぜひ最後までご視聴くださいね。激動の生涯の始まり。政子女王は1901年11月4日、香淳皇后の祖父にあたる国宮朝彦親王の第四王子、梨本宮森政王と中イタリア特命全権公使であった鍋島直弘の次女、いつこ夫妻の第一王女子として誕生しました。その6年後に妹の典子女王が生まれています。政子女王の幼少期については詳しい記述が残されていませんが、母であるいつこ様が17歳の頃から日記を書かれていたことは有名で、その日記は貴重な回想録となっており、1958年に皇太子昭仁親王と美智子様のご婚約発表の際に、日本ももうダメだと考えたと書かれた文章が報道で引用されたこともしばしば。そんな由緒正しき両親のもとに生まれた政子女王の激動の生涯が幕を開けるのでした。皇太子裕仁親王のお妃候補報道。真面目で気品ある政子女王は1916年頃、当時日本の皇太子であり、後に昭和天皇となる道の宮裕仁親王のお妃候補の一人として名前が取り沙汰され、一躍注目を浴びることになりました。なお政子女王の他に実際にお妃となられた長子女王や一条時子さんなどが裕仁親王の有力なお妃候補とみなされていました。しかし政子女王は裕仁親王と同い年であることが、一条時子さんは血縁的に近すぎることが懸念されたため、最終的に長子女王が皇太子妃に内定したのです。ちなみに長子女王の父国の宮国吉王は梨本の宮森政王の兄であり、政子女王と長子女王はいとこの関係にあたります。皇太子妃が国の宮長子女王に決まったと伝えられた母いつこ様は、10代半ばの政子女王の配偶者探しを急がせるのでした。かつて皇族や家族など高貴な方々はこの世に姓を授かると同時に配偶者探しが始まると言われるほど、そのご結婚相手が重要視されていました。家と家をつなぐための政略結婚の要素が強く、配偶者が決められる際に本人の意思を尊重確認されないケースも多かったため、戸惑うことも多かったことでしょう。それでもその状況に抗うことなく粛々と受け入れて子孫を残していく先人方には頭が下がる思いです。突然のご婚約。かつて高貴な方々はご自分の配偶者が決まったことを人から聞かされるということも珍しくはありませんでした。そしてそのような結婚の流れを取ったのは政子女王も同様でした。1916年8月、政子女王は当時朝鮮の王政使であった李銀殿下との婚約を何気なく見た新聞を読んで知ることになります。それは秘書のために滞在していた現在の神奈川県中郡大磯町にある梨本宮家の別邸に滞在していた時でした。政子女王はその報道を見て大変ショックを受け、なぜ自分が異国の王族に嫁がなければならないのと言って泣き崩れたものの、いつこ様から天皇のおぼし召しであると説明を受け納得されたといいます。秦国の属国であった李朝は日清戦争により独立し大韓帝国となり、当時は日本に併合されていました。そんな大韓帝国最後の皇太子である李銀殿下との突然の婚約報道、感情が追いつかないのも無理はありません。しかし父梨本宮森政王から正式に婚約を告げられた時には、よくわかりました、大変なお役だと思いますがご両親のお考えのように努力してみますと答えられたのです。いつこ様が後年
公開された日記の中で、実は当時は雅子女王とリギン殿下との縁談がすぐにまとまらず、朝鮮総督を通じて極秘裏に李王家へ縁談を申し込んだこと、そして表向きは天皇の命令としたことが明らかになっています。さらに雅子女王とリギン殿下との結婚については、日本の皇族と朝鮮の王皇族間で身分の取り扱いに関する問題が表面化し、またも話が一時止まってしまいました。最終的に皇室典範が増補されることで、皇族女子と王皇族とのご結婚が容認されることになり、ようやくお二人の結婚の勅許が下りたのです。こうして雅子女王は学習院女子中等科在学中に、王政子であったリギン殿下との婚約が正式に決まり、若干16歳の女性が日戦の架け橋、日戦融和の礎として役目を担うことになりました。なお、梨本の宮家には雅子女王と典子女王の姉妹しかいなかったため、近い将来絶家することが確実であることから、皇族との縁組を強く希望していたとのことです。母いつこ様としては、他国といえども国のお世継ぎとのご結婚は決して見劣りしないと判断し、縁談を進められたようです。この当時、日韓併合によって朝鮮半島は日本の一部と考えられ、日本人は朝鮮人を同胞とみなしていました。とはいえ、日本が韓国併合をスムーズに進めるための政略結婚と噂されることもありました。しかもご自分の婚約を新聞で知るという、現代では到底考えられないような出来事。家と家を結ぶための結婚が日常的に行われていた時代とはいえ、その当人が受け入れられない場合もあったでしょう。実際に雅子女王はご結婚の報道を目にして泣き崩れたと言われています。しかし、隣国の王皇族に嫁ぐことが決まった雅子女王は、覚悟を決め、前を向いてご結婚に向かって歩き出されるのです。王皇族とは、先ほど少し触れましたが、ここでは改めて当時の日本と朝鮮との関係を振り返ってみましょう。雅子女王の夫となったリギン殿下は、日清戦争で新王朝から独立が認められた李氏朝鮮が大韓帝国となった1897年に生まれ、わずか10歳で皇太子となりました。異母系の純宗殿下が独茶事件で父と共に暗殺未遂事件に巻き込まれて、アヘン入りのコーヒーを飲んだことにより心身ともに虚弱であったことや、20歳上の兄は貧困が悪く、後継者候補から除外されたことで、リギン殿下が皇太子に選ばれたのです。1905年、日露戦争に勝利した日本は大韓帝国の外交権を得ました。そんな中で皇太子となったリギン殿下は日本に留学しています。その留学の発案者が伊藤博文です。伊藤博文が初めてリギン殿下に謁見した際、少年であった彼は臆することなく進み出て力強い握手をしたことから、教育が良ければ必ず見るべき人になると感じたといいます。親日家の君主を育てるために、リギン殿下を日本で教育するという計画を立てた伊藤博文でしたが、その意図は誤解され、日本の植民地であった大韓帝国側はそれを人質だと捉えました。11歳になったリギン殿下は学習院に入学し、近代教育を受けました。真面目で品行方正という模範的な生徒だったといいます。また翌年には東北や北海道に視察旅行をして熱狂的な歓迎を受けています。陸軍中央幼年学校を経て陸軍士官学校を卒業後、日本陸軍に所属したリギン殿下は軍人としても非常に有能な方でした。1936年の226事件の際、歩兵連隊長として大隊を率い、反乱軍の鎮圧に当たっています。1910年、日韓併合によって大韓帝国が消滅したことに伴って、リギン殿下は父の高宗殿下、兄の純宗殿下とともに日本の皇族に準じる存在である王族となり、皇太子であったリギン殿下は王政子となります。なお、王政子とは中国で皇族などの王の世継ぎ、または王位継承者の称号です。この当時、日本に併合されて侵入していた旧大韓帝国の王の世継ぎは儀礼上皇太子の称号を使用することができないため、王政子となるのです。雅子女王との結婚式では
お二人の結婚が朝鮮独立の障害となると考えた朝鮮人学生による李王政氏暗殺未遂事件が起きました。主犯の朝鮮人学生の供述では、標的は李銀夫妻ではなく朝鮮総督の斉藤誠だったということです。李銀殿下は大韓帝国の最後の皇太子として育ち、幼少期に伊藤博文の発案によって訪日して、学習院や陸軍士官学校で学びました。そして日韓併合によって大日本帝国の準皇族となり、日本の皇族女子である雅子女王とご結婚されています。そのため、自分は朝鮮王族なのか、それとも日本の準皇族なのかと悩んでいたこともあったようです。この悩みはその後の李銀殿下の人生において常について回った苦悩です。一方で日本の文化に造詣が深く、日本の礼儀作法なども身につけており、真面目で寡黙な李銀殿下を、最初こそご婚約にショックを受けていた雅子女王も心からお慕いするようになったといいます。また雅子女王やその実家である梨本宮家と李銀殿下との関係も良好でした。ご自分の婚約を新聞で知った時は泣き崩れたという雅子女王。しかし李銀殿下の人柄に触れ、次第に惹かれていったのでしょう。植民地政策による日本と韓国の間の溝は深く、結婚により命の危険にさらされるようなこともありましたが、お二人は互いの境遇を理解し、夫婦の絆を深めていきました。そして後に結婚当時のことを、夢のように幸せな日々と振り返ることができたというのは、とても幸せなことではないでしょうか。ご結婚へ。1918年12月8日、雅子女王と李銀殿下との納采の儀が行われました。女子学習院高等科卒業後の1919年1月25日に婚儀の予定をしていましたが、直前に義父にあたる初代大韓帝国皇帝であり、李氏朝鮮第26代国王である高宗殿下が脳溢血のために亡くなります。このため婚儀は延期されることになりました。そして息子である李銀殿下の喪に服する期間について日朝の見解が分かれます。朝鮮側は実質3年を主張したものの、日本側は大正天皇が結婚を急ぐよう要望したため、結局皇族同様1年の服喪期間に決着したということです。なお高宗殿下の皇居に際しては、日本による毒殺説が流布され、葬儀の日に起きた三一独立運動の引き金ともなったとも言われています。三一独立運動とは、1919年3月1日から始まった朝鮮が日本の植民地支配から脱して自国の独立を目指した運動のことです。一方でこの1年の服務期間の間に、お二人は何度かデートを重ねており、着実に愛を育んでいたことが雅子女王の日記に記されています。高宗殿下の喪が明けた1920年4月28日、雅子女王と李銀殿下の婚礼の儀が執り行われました。結婚式の直前、朝鮮の独立運動家による李銀殿下の暗殺未遂事件が発生したものの、無事に婚礼の儀が執り行われました。雅子女王には十二人への和装と洋装に加えて朝鮮服も準備され、後に当時を夢のように幸せな日々と回想されています。なお、お二人のご結婚は厳密に言えば皇族女子の非皇族男性への降嫁ということになりますが、大正天皇のご沙汰によって女王の真意を保持することになります。こうして紆余曲折ありましたが、雅子女王は無事李銀殿下とご結婚されました。ご結婚後もそのまま日本に留まり、現在は赤坂プリンスクラシックハウスとして残っている屋敷に住まわれます。ご本人ではなく母親が熱望し、政略結婚の意図が色濃く残る雅子女王と李銀殿下とのご結婚。しかも夫である李銀殿下の状況や立場も時代によって変化していきます。自分の預かり知らぬところで異国の男性とのご結婚を決められることはひどく不安だったことでしょう。しかしお二人の絆が強く結ばれていることがその後の人生で証明されるのです。ご結婚後の活動。1921年、雅子女王は第一子である新殿下を出産します。
そして翌年ご夫妻は息子を連れて日本統治下の朝鮮を訪問し、李王朝の儀式に臨みました。ところが日本への帰国直前に息子の新殿下が急逝します。その当時は急性消化不良と診断されたものの、かつて李銀殿下の父高宗殿下を毒殺されたと考えている朝鮮側による報復のための毒殺説や日本軍部による毒殺説などの噂が流れました。第一子を失った雅子女王李銀夫妻は悲しみのどん底に突き落とされます。そして雅子女王は日本に留学してきた李銀殿下の15歳年下の異母舞である李徳恵のお世話を熱心にしたといいます。そうすることで子供を失った辛さを忘れようとしたのでしょう。もちろん悲しみに打ちひしがれた雅子女王を夫の李銀殿下も懸命に励まし支えたそうです。1926年、李銀殿下は李王卓殿下の皇居に伴って王位を継承し、聖徳宮李王銀と呼ばれ朝鮮軍司令部付けとなっています。そして1927年5月から翌1928年4月まで雅子女王李銀夫妻は欧州を訪問しました。横浜を出発してフランス入りし、第一次世界大戦の用地を訪問したり、イギリスで国王のジョージ5世や王妃メアリーと対面したりしました。その際李銀殿下は英語で、雅子女王はフランス語で、それぞれ通訳なしで会話したと言われています。さらにお二人はオランダに渡り、第一次世界大戦の敗戦国であったドイツやオーストリア、デンマーク、ノルウェー、スウェーデン、チェコスロバキア、イタリア、そしてバチカン市国を訪問しています。旅行中お二人はプリンス・リ・プリンセス・リの称号と伯爵李銀・伯爵夫人李雅子の通称を用いていました。その後2度の流産を経て、1931年に雅子女王李銀夫妻に第二子である旧殿下が誕生しました。このように朝鮮の王政史の妻となった雅子女王は王皇族の一員として動き始めます。最愛の息子を亡くすという極めて辛く悲しい経験をしますが、それでも歩みを止めずに前に進み続ける雅子女王。夫の異母舞のお世話をするなど多忙な日々を送ることで悲しみを忘れようと努力されている様子も見られ、決して後ろ向きにならず臆することなく、その後は欧州の旅に出かけています。そして2度の流産を経て新しい命を授かるのです。雅子女王は精神的に非常にタフで前向きな方であると言えるでしょう。国籍と帰国。雅子女王は生涯で大戦を2度経験されています。1945年第二次世界大戦の敗戦によって日本は朝鮮の領有権をなくしました。そして1947年5月3日に施行された日本国憲法によって、雅子女王は王皇族の身分を喪失し李雅子さんとなりました。さらに1952年4月28日サンフランシスコ平和条約の締結によって日本が主権を回復すると、李雅子さんは日本国籍を喪失し無国籍となります。しかも李銀殿下は財産税法によって多額の税を課された上、日本政府から支払われていた歳費は1945年度で打ち切られています。そのためお二人の生活は苦しくなり、邸宅などの資産を売却しながら細々と暮らしていました。しかも李銀殿下は日本の軍人であったにもかかわらず韓国人であるとして軍人恩給も支払われなかったため、お二人の生活は収入源がなく困窮していきました。そのような状況から李銀殿下は日に日に塞ぎ込むようになり、自身のことを日本人でも韓国人でもない中途半端な人間だと口癖のように言っていたそうです。日本皇族と韓国王族であった李雅子さんと李銀殿下にとって体験したことのない苦労でした。なお新たに国を成した大韓民国の初代大統領であった李承晩は王政復興を恐れており、嫡流の李銀さんを敵対視していたと言われています。そのため幼い頃に過ごした祖国に思いを馳せ、李雅子さんと李銀さんは何度も帰国を打診しましたが、李承晩大統領の許可が下りることはありませんでした。一方
一人息子の利休さんは学習院高等科を卒業後、アメリカのマサチューセッツ工科大学に留学して建築学を学んでいます。1957年、李雅子さんと李銀さんが息子の卒業式に出席するため訪米を希望した際は、日本政府が旅行証明書を発行しました。この時日本政府は大学の招聘状を根拠に旅行証明書を発行したといいます。そして無事にアメリカに渡った2人は、息子の利休さんから後に妻となるウクライナ系アメリカ人女性ジュリア・マロックさんを紹介されました。そしてそのまま李雅子さんと李銀さんはアメリカで生活を送り、親子水入らずのひとときを過ごしますが、2年後1959年3月、李銀さんが脳血栓で倒れ歩行困難となったため、2ヶ月後に日本に渡ります。翌年に再度渡米を希望するものの、今回は招聘状がなかったため旅行証明書を発行してもらえなかったことから、夫妻は日本国籍を取得することになります。また息子の利休さんはジュリア・マロックさんと結婚し、アメリカに帰化しました。この時期は韓国日本両国における李雅子さん夫妻の立場や状況が大きく変化し、無国籍になったり多額の課税によって財産を失うなど過酷な状況が続きました。身分や国籍を失うことは拠り所をなくし、足元がおぼつかないような不安もあるでしょう。ただ唯一の救いは息子である利休さんの結婚だったのではないでしょうか。アメリカでは久しぶりの親子水入らずの時間を過ごせるなど、濃密な時間を過ごすこともできました。しかし最愛の夫リギンさんが倒れて歩行困難となり、これ以降介護が必要になります。李雅子さんの人生にはまだ波乱や苦難が待ち受けているのです。夫との別れ。国籍を失い安住の地を求めるものの、その願いは届かなかった李雅子さんとリギンさんですが、1960年に大統領である李承晩が失脚すると状況が変化します。1961年にアメリカを訪れたパク・チョンヒ国家再建最高会議議長が病床の李銀さんを見舞い、いつ韓国に帰国しても構わないと李雅子さんに伝えたのです。その前年には李銀さんの韓国への帰国を求める署名運動が起きています。そのような国民の動きも大きな後押しとなったことでしょう。そして翌年には夫婦ともに韓国籍になることを認めるとの通知を受け、お二人は晴れて国籍を回復し、ようやく帰国を果たすことになりました。病身の李銀さんのために空港から病院へ直接運ばれる沿道には歓迎の市民で埋め尽くされたといいます。ただこの時李銀さんはほとんど意識がないまま祖国の地に戻ってきたようです。しかし韓国政府から生活費の送金も開始され、ようやく生活が安定し始めました。1970年4月28日、李銀さんの入院する病院で金婚式を記念したミサを開くものの、その3日後の5月1日に李銀さんは息を引き取りました。最愛の夫を失った李雅子さん、7年間という長い介護生活は筆舌に尽くしがたかったでしょう。もちろん愛する人を失った悲しみも計り知れないものだったに違いありません。しかしこれまで日本と韓国の間で揺れ動いていたお二人の居場所が定まり、ようやく安住の地を手に入れることができたことは喜ばしいことで、一つの安心材料となったでしょう。これまで時代の波に翻弄されながらも必死に前を向いて歩いてきた李雅子さんは、愛する人を失った後も夫の祖国で力強く生きていくことになるのです。韓国人として、夫李銀さんと共に韓国に帰国した李雅子さんは、夫の意思を引き継ぎ、当時の韓国ではまだ進んでいなかった障害児教育に取り組みます。また趣味でもあった七宝焼きの特技を生かし、ソウル七宝研究所を設立して、自作の七宝焼きや絵画などを販売したり、李氏朝鮮王朝の宮中衣装を持って世界中で王朝衣装を披露して資金を集め、知的障害者施設のミョンヒウォンと知的障害養護学校である慈恵学校を設立しました。なおミョンヒウは李銀さんの、慈恵は李雅子さんの画号です。さらに日本と韓国の架け橋として、終戦後の混乱期に韓国に残留したり、様々な事情で
急遽韓国に渡った日本人妻たちの集まりである在韓日本人婦人会婦養会の初代名誉会長も務めました。そのような李雅子さんの功績が認められ、1981年に韓国政府からボタン勲章が、またご逝去後には韓国国民勲章が授与されました。そして李雅子さんは福祉活動や病気治療のためにたびたび来日し、昭和天皇香淳皇后、当時皇太子であった昭仁親王美智子様など日本の皇族とも会見して、日本と韓国の相互理解を深める一助となるよう努めています。そのように多くの人のために尽力してきた李雅子さんですが、1989年4月30日に多くの人に惜しまれながら逝去しました。享年87歳でした。葬儀は韓国皇太子妃の準国葬として執り行われ、日本からは三笠宮孝仁親王、百合子様が参列されています。葬列は数キロメートルにも及んだそうです。日本の元皇族ということで、李雅子さんに対して反発する韓国国民もいたでしょう。実際チョッパルが寄付なんてズーズーしい、よその国で何を始めようというのだという中傷も寄せられました。しかし李雅子さんは夫とともに日本と韓国の友好を願いながら両者の架け橋となり、人種を超えて社会福祉や国際親善に取り組んだことから、李雅子さんに対する見方もやがて変わっていき、最後は韓国の主にとして慕われていきました。そして日本の皇族として誕生した李雅子さんは、愛する夫に尽くし、その祖国である韓国で賞を賜り最後を迎えました。今回はもともと日本の皇族でありながら異国の王族とご結婚され、両国をつなぐ役割を担った雅子女王をご紹介してきました。自身の婚約を新聞で知るという現代では考えられないような始まりで結婚に至りましたが、夫を愛し支えた生涯を歩みました。そして日本と韓国が経た暗い歴史の中で、時に立場が不安定になったり中傷を受けたりするなど辛いことも多かったはずですが、夫である李銀殿下の死後も両国の架け橋であり続けたのです。李雅子さんの存在が両国の親善に大きく寄与していることは間違いありません。相手の国に反発するのではなく、温かい気持ちで受け入れ、その国の発展のために尽くした日本の女王であり韓国の王妃が見えたことを、日韓両国の多くの方に知っていただきたいですね。皆さんはどの部分が印象に残ったでしょうか。チャンネル登録、高評価、コメントもぜひよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。